皆さんこんにちは、ゆうすけです。今日は皆様にお礼をお伝えしたくて急遽動画を撮ることにしました。昨晩9時頃ですかね、夜9時頃にもうすぐ100人いくねなんていうお話をしてたんですけれども、夜10時ぐらいには100人を超えさせていただいて、今朝から動画編集やってたんですけれども、今見たら105人になっていたので、本当にたくさんの方応援してくださって、そしてチャンネル登録していただき本当にありがとうございます。大切にしたいことは、たくさんの方に見ていただくっていうのはとても嬉しいことでもあるんですけれども、一人一人見てくださってる方に意味があるかどうかっていうことをすごく大事にしたいなというふうに思っていて、悩みになってることって人それぞれ違うので、それを一つ一つヒントになるようなことを動画に残しておけるっていうのがこのチャンネルでの目標としたいことなので、これからも動画をたくさん上げていきたいとは思ってるんですけれども、その一つ一つが誰かのヒントになるんじゃないかなっていうふうに願って大事に作っていきたいと思ってますので、今後とも皆様にとって1個でもハマる動画があればすごく嬉しいなというふうに思ってます。僕自身はもうダンス26年ぐらいやってるんですけど、その中で多くの怪我とかつまずきとかがあって、解決をしていくためにいろんなことを勉強したり、いろんな方にアドバイスをいただいたりしたことがあるんですね。各ジャンルの方だったりとかがすごく追求されている考え方っていうのはダンスに必ず通ずるところがあって、それをダンスに生かしていくうちに、あれ、これって私生活にも生きるよなみたいな考えに達することが多かったんですね。一つ一つのコツみたいなことをダンスをマスターしていくっていうことに役立てているうちに、いろんな方から相談をしていただくようになって、それを一つ一つ解決したくて一生懸命やってるうちに、何かアドバイスをしていくっていうことが自然とライフサイクルになっていった経緯があって、その中でもなんとなくパターンっていうのがあるわけですよね。皆さんがいつでも引き出したい時に引き出せるこの動画っていうのはすごく便利なものだなと思って、今回こういったチャンネルを立ち上げることになりました。わーっとスタートしてしまったので、今まだメンバーがなかなかそのスケジュールが合わずに登場してないんですけれども、これからメンバーも含めて登場してもらう企画とかも考えてますので、ぜひ楽しみにしていてください。さっきも少し触れたんですけど、すごく大事にしたいのってコミュニケーションだと思っているので、私たちからの一方的なコミュニケーションだけじゃなくて、ずっと先になるかもしれないですけれども、皆様と触れ合えるような楽しいコミュニティを作れるようにチャンネルを発展させていきたいと思いますし、活動も積極的にやっていきたいと思っています。ダンサーの方だけじゃなくて、それを支えるご家族の方だったり、指導される先生の方だったり、振り付けをするコレオグラファーの方もいっぱい関わってる方っていらっしゃいます。その他にもイベントの企画を立ててくれる方だったり、地域で応援してくれる方だったり、音響照明舞台監督はじめとしたスタッフの方だったり、本当にいろんな方の力の結集っていうのがダンサーを輝かせるっていうステージにつながっていくんですね。そういった方たちが別々に活動してるんじゃなくて、一つの目的の中で一つのコミュニティになっていく、つながっていける、そういう風なチャンネルを目指してこれからも頑張っていきたいと思っていますので、見てほしいのはダンサーだけではなくって、それを支える方だったり、ダンスはやらないんだけど本当に見てるのが好きだよとか、ダンスが嫌いだけどっていう人でも全然よくって、私からはダンスを通して発信をしていきますけれども、何か一つでも皆さんにとってヒントになるようなことがあれば、これからもすごく嬉しいなと思いますので、大事に活動していきたいなというふうに思っています。まずは緊急でこうやって動画を撮って皆様にお礼をお伝えしたかったので動画を撮らせていただきましたが、ジェミニーズアイっていうコーナーにして、これからは不定期で私のなんかこうアイデアだったりとか、皆様にプラスになるようなヒントが思いついた時にベラベラっとこう語るようなコーナーを作っていってもいいかなというふうに思ってますので、ちょっと考えてみます。皆様からいろんなご意見があればすごく嬉しいので、ご遠慮なく何でも相談していただきたいですし、一つ一つ丁寧にアイデア出しながら考えて一緒に解決していけたら、そういう風なチャンネルになっていけばいいなと思ってますので、今後とも一生懸命頑張らせていただきたいと思っています。よかったら皆さんも一緒に力を貸してください。よろしくお願いします。それでは今日のところは終わりにしたいと思います。本当にありがとうございました。またお会いしましょう。